1700年製ドゥルシアン。音楽博物館所蔵。ダルシーンスインテイトルームインストラミントレムドゥルシアンは、ルネサンス時代の木管楽器。ダブルリード式の管楽器である。英語では、カートルともいい、ドイツ語では、ダルズイアン、スペイン語では、ベホーン、フランス語では、ダウセイン、オランダ語では、ダルシーン、イタリア語では、デュリチャナと呼ばれる。 ファゴットの前身とされる楽器で1550年から1700年の間に栄えており、それより前に発明されたと考えられる。この期間の後もファゴットと共存し、20世紀初頭までスペインで使用され続けられたが、その後バロックファゴットにとって変わられた。北ヨーロッパから西ヨーロッパで世俗音楽と教会音楽の両方で使用され、新世界でも 同じように使用された。ドゥルシアンは一般的にはカエデの単一辺から作られており、最初に穴を開けられ、その後外部を成形する。リードはボーカルと呼ばれる、曲がった金属製の吹き口に取り付けられ、上部の小さな穴に挿入される。ファゴットとは異なり、通常は裾が広がったベルを持ち、これは木材の別部材から作られていることもある。このベルは、 ミュート可能な場合があり、ミュートは着脱可能か、または内蔵されている。楽器の外側はチンクのように革で覆うことができる。バスが最も一般的なサイズであるが、他に多くのサイズがあり、テノール、アルトソプラノといったものがある。また、クオートバスやコントラバスもある。各楽器の音域は、対応する音を中心に2オクターブ半である。例えば、バスは、 中央波から2オクターブ下の音から中央波の上に、アルトまでである。ソプラの、アルト、アルト、テノール、バスドゥルシアン。ドゥルシアンのリードは完全に露出しており、プレイヤーはアンブジュアによって音やイントネーションを制御することができる。ドゥルシアンが登場した初期の頃は、ダブルリード楽器は、クルムホルミやバグパイプのように2つのリードが完全に密閉されているか、勝ムのピルエットと呼ばれる。 マウスピースのように一部が覆われていた。ドゥルシアンは、その扱いやすいサイズのため、ショームを置き換えると主張されたが、バスショームが登場し、バスドゥルシアンと同時期に共存していた。この楽器は16世紀中頃には、幅広い用途があったと見られる。様々なサイズのセットがブリュッセルに残されており、これらはメルチョールのメーカーのマークがあり、スペインで作られたと考えられている。他の、 よく知られている例としては、リンツのものがあり、これは、革のカバーがかけられ内蔵のミュートがある。現在一般的にコピーされる例は、ニュルンベルクの楽器製作者、ヨハン・クリストフ・デンナーが1700年頃に作成したもので、これも内蔵ミュートがある。リンツのものの現代のコピーは、デンナーが作成したもののコピーより、滑らかな音を持ち、簡単に高音を出せる。 ドゥルシアンは柔軟な楽器で、屋外のバンドで演奏するのに十分な大音量を出せ、室内楽で演奏するのに十分に静かで、合唱団に参加できるのに十分な表現力を持つ。その用途は広く、ー武と仏曲を演奏したり、都市の夜景のサックバット代わりに使われたり、室内楽や、ベネツヤアやドイツでは、ジョバンニガブリエーリア、ハインリヒシュッツといった作曲家によって、 コーリスペッツアッティのレパートリーに使われた。ダリオカステロのソナタでは、明治的ドゥルシアンのパートが加えられている。ありがとうございます。